それではドイツのマワハンガーのご紹介をさせていただきます。一番の特色はこちらのハンガー、滑り止め加工がしてあります。一部ではなく全体にしてありますので、このように普段でしたらツルツル滑ってしまうこういう T シャツですとか首が伸びてしまうようなお洋服でも滑らないでしまうことができます。例えば木のハンガーですとこういうふうにしてかけるとツルツル滑ってしまって型崩れの原因になります。ところがこちらのハンガーは全てのところにこういう滑り止めの加工がしてありますので、かけていただいても滑りをしない、型崩れをしないでしまうことができます。どうしてもお洋服は畳んでしまったりしますと型が崩れます。このように滑らないハンガーにかけていただいて収納していただくと非常にお洋服も長持ちいたしますし、大事に着ていただけると思います。でもう一つマーハンガーのいいところはこの薄さです。どうしても皆様ハンガーが太い方がいい、幅の広い方がいいというふうにおっしゃるんですけれども、結局形は滑ったら形は崩れてしまいます。ところがこのように細くても滑らなければ、要はタンスの中、幅の太いハンガーばっかり使いますと幅がいっぱいかかりますけれども、この細いハンガーをご使用していただきますと、要はタンスの中、クローゼットの中もいっぱいかけられるということですね。でズボンでしたらこのようにかけていただいて、これも3枚までかけられます。こちらの方もバネを使っておりませんので、普段みたいにここがガバガバになる、落ちるという心配もございません。パチッと締めていただければ何年吊るしといてもシワになりにくい。ズボンでしたら3本まで、スカートも夏物でしたら5枚、冬物までだったりしたら3枚までかけられます。このように引っ張っても下に落ちるということがありませんので、大切なお洋服を長く綺麗にしまうことができます。こちらの方、このマワハンガー、一応黒とゴールドとシルバー3色ございます。3本で1000円となっておりますので、ぜひ皆様よいしょ一度お試しになってみてください。よろしくお願いいたします。